さて、拳銃の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていました。ある年、山がまだ雪で真っ白く、野原には新しい草も芽を出さないとき、拳銃はいきなり太打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いました。おが、おらさ、杉ない700本買ってきろ。拳銃のおっかさんはキラキラの三本具合を動かすのをやめて、じっと拳銃の顔を見ている。